どうもーかげやんです今日はね、シンプルに考えるシンプルに考えよう難しく考えないようにしよう難しい人にならないようにしましょうということについて僕の考えをお伝えしたいかなというふうに思います真実っていうのはねシンプルですね実にシンプル現実っていうのはシンプルですね例えば食べ過ぎると太る運動すると健康になる 笑顔でいるといいいいるる。と感じのいい人になるブスッとしていると敬遠されるというふうにね、あのー、物事をね、難しい人っていうのはやっぱり敬遠されてしまいますんでね例えば話が難しいとか表情が難しいとか何でもね、えー、難しく考えてしまうとかね、えー、自分の現実とね自分のことばかりをしゃべってねコミュニケーションがスムーズにできない人とかね こういう人っていうのはやっぱり何かこう面倒くさい相手というかちょっと嫌やなという距離を置きたいなって思う相手っていうことになると思うんですね。いうことになると思うんですね。ではね、えー、なぜね保守者は難しく考えるのかと難しい人になってしまうのかと言いますとですねそれの原因はですね、えー、臆病であったりとかですね慎重すぎたりとかね恐怖心とかあったり。 すするんですねそういうことが原因であの難しい人になってしまうとだからポイントとしましてキーポイントとしましては恐怖ですねで恐怖があると、えー、難しい人になってしまうんですね。で恐怖心があるとですね、えー、結局そのいろいろなことに対してですね情報収集をするんですね。で 頭の中が情報過多になってですね、えー、無駄なエネルギーを消費してですね、えー、結局その行動できなくなってですね何一つ問題を解決できないというかでスキルもマスターできない状態になるというふうに思うんですね。だから、えー、そのためね、えー、現実がまあ悪くなるという。 えーことになります、ね、で難しく考えることによってですね恐怖があるからですね行動できなくなりますよね。で行動できないことによってですね、えー、本当の問題が解決できないで本当の問題が解決できないから自信がなくなるで自信がなくなるからさらに行動できなくなる。 っていう,ふうにてですね負の連鎖が続いていくことによって自分の現実が悪くなっていく、えー、状態になるというふうに思いますんでそういう方はですね、えー、まずね、えー、その恐怖心に対してです,ですね自分に対してねしっかりと向き合うことですね、えー、自分に対して正直に向き合うで正直に向き合ってその恐怖心と向き合ってですね、えー、そのことに対して その問題に対して解決するように持っていくでその問題をあぶり出してですね自分が何をしたらいいかということをしっかりと考えて行動するようにするそうすることによって変わってくるんですねだからその慎重になったり恐怖を持ってですね難しい人になっていってはいけないんですね。 だからそれを解決することによって、えー、現実を変えていきましょうと、うん、いい方向に持っていきましょうというふうに、えー、考えるんですね。だからね、えー、現実というか物事を、えー、難しく考えるのではなくてですねシンプルに考えましょうと。でシンプルに考えていってあの問題を解決していい方向に持っていきましょうというふうに、えー、考えます。 とということでね、そういうふうにシンプルに考えてね自分を高めていってください。ということで今日の動画は以上となります。ありがとうございます。